マーコのキラキラからのウピ。やっぱりさ、スタジオじゃなくてもさ、私でかってない。ですよね。スタジオでもオンラインでもでかってるマーコでございます。よろしくお願いします。私ですね、もしよかったら画面をお願いしたいんですけども、アトリエ M っていうのをしております。サブルーム、サブルアート。ポップデザイナーのマーコ、そしてですね、日本防具社フォーセラーズ認定講師をしております。あとですね、QJ バルーンフラワーっていうのもしております。はい。で、ソープフラワーアーティストだったりね、食育、インストラクターからもしてますね。はい。やっぱりね、オンラインだとね、自分がね、あんまり出せないんですけど、めっちゃ手に入れてくれてる。ありがとうございます、スタッフさん。ということでですね、今、いっぱい終えたんですね。今どの服装が流れてるのかちょっと見えなくてどうなってるかな。そう。そうだよね。リアルタイムのね、あれが見えないから、ちょっと、どうしよう。そうね。見えないとちょっと困るので、ね、来月は気をつける。ということでね、皆さんね、マーコです。YouTube にです。1ヶ月ぶりですけども、皆さんね、宣伝をしたいんですけど、今度ですね、私ですね、福島まるごとフェアって言ってですね、東京でね、イベントするんですけども、今さ、動画と、私が喋ってる声が合ってるのかどうかがちょっと不安なんで、スタッフさん大丈夫です。オッケー、大丈夫ね。オッケー、待ってよ、写真が来たよ、待ってよ。はい、ということでですね、ありがとうございます。あ、コメント来ました、コメント来てますね。はい、さすがです。うにゃん、キラキラからのうにゃんって来ました。ありがとう、コメント、ありがとうございます。ということで、私ですね、この度ですね、9月、福島まるごとフェアというのがですね、9月22日、23日、24日とですね、今のね、すごいいいものがね、勢ぞろいというね、イベントがあるんですけども、そちらね、東京の有楽町であるんですけども、出展いたします。なぜならですね、バブルアートという、ワークショップでですね、私、参戦させていただくんですけども、どういった形かっていうのが、ワークショップの、ね、ちょっと映像をね、映像というか写真をね、流していただけたらと思います。パラッといいですね。はい。パレス。まあ、そんな感じなんですけど、はい。でね、ガラポン抽選会とかもね、ありますのでね、皆さんね、ほんとね、ステーキに見合ってください。生マーコとね、おしゃべりして、サブルアートなんかをね、できたらいいなと思ってるんですけども、はい。スタッフさんとかもしかして東京にいらっしゃったりとか、あるのかな、仕事でもしかしたらとか言ってた。そういう感じです。と、ですね、サマースカイフェスっていうのに、ね、参加させていただいたんですけどね、ほんと、老若にゃんによ、上だった。大丈夫、老若にゃんによ、慣れてくれるんだって。そういうのにね、ちょっとさせていただいたんですけど、今回ね、9月、本当に9月3日なんですけど、23、24でですね、生マーコってなんか変な、生マーコみたいなのがありましたけど、生マーコの、スポーツとしてね、販売と、アブルワークタイプを、アブルーム認定講師としてやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。本当にね、宣伝と言いますと、そうね、9月9日、その後にも、ってあります。ここの画像って、そう、フォローしてね、みたいなの、あるかな、ちょっとゆっくりしますね。あったら、OK してください。OK って言ってください。OK? 私ですね、ピーヨー、ポポというところで、ね、ライブ配信をしてます。そしてですね、ポポというのはですね、コマース付き、ですね、できる機能がありまして、そしてですね、私の思い、生産者の思いだったり、
そのライブ配信で歌を歌ったりとかね、自分を表現する場があるんですね。ポポという、皆さん PO PO ポポというねアプリをダウンロードしていただいてですね、先日9月9日仮装なんですけど、ハッピー先生っていうね方が主催のホワジュンさんというねフラダンスの先生、すごくね素晴らしいアナウンサーだったりいろんなことをされてるねホワジュン先生がですね、招待してくれて、私は仮装リレーっていうのに出たんですけど、まあ私ですね、どんなのに出たかと言いますと、ちょっとお写真をね見させていただいて、私の仮装のね、その言う過ぎたおばさんがちょっと OK、アイドルになりきってね、こんな大きなリボンつけてですね、アドラに響けピリカピリだらとか言って明日にで、なんとかなんとかとか言ってね、やってたんですけど、その時のね、お写真なんかもね、今出してるんですけど、で、なりきりましたアイドルにね、やっぱね、そう、やっぱりね、そのおしゃれ配信っていうのは、その自分、普段の自分とかじゃなくて、商品の、いろんな商品を売る上で、自分の正体じゃないけど、その人柄を教えるためにアイドルになったのかってね、ババアアイドルになったわけでね、バドルを売ったわけじゃなくて、なんていうんですかね、表現の場だから、こういうことしたらアイドルって、まあ、私くんですよ、お腹を抱えて笑ってほしくてやったんですけど、なんか大きなリモンつけてね、ちょっとポポというところでね、ハッピー先生の主催のね、その、アニソンリレーっていうので、アニメのソングを歌いながら、踊り狂いました。ただね、カウントになったって、若干。だって、おじちゃんって、お二人知ってます？スタッフさん。知らないです。えいみたいな感じで声かけてくれたら嬉しいんですけど、そんな感じでやってたんですね。はいはい。そうなんです。あ、マグさん良くないですよ。なんかずっと笑いよでしょ。ただ、顔が光ってるだけなんですね。そういうね。公式もあるし、もしね、イベントもあるので、ポポというのは、皆さんもしよかったらいつもこのラジオでは言ってるんですが、POPO アプリダウンロードいただけたらなと思っております。はい、大好き。公式ボマルシェのお話してもいいですか？そろそろ。そろそろって。いや、すればいいじゃんですか。もういいですか？ごめんなさいね、マークさんね。はい、言わせていただきたいんですけど、こう、おめいいですか、コメント見ますね。はい。ラジアスさん、ラジアスさん、ぜひ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 、ね、あちらさんありがとうございます、コメントありがとうございます、コメントですありがとうございました。ということで、公式ポポ公式マルチェの宣伝をしたいと思います。いいですか、ラスボスさん。 OK、ですね、公式ポポマルチェ第3回、ちょっと待って、すっごい可愛いね、あれがあるの、あれ、バッチがあるの、父さんっていう方が作って、いや、ちょっとおかしいよ、ね、こっから飲んで出したり、今、なんでこっから出したんだろう、今、マジで、ごめんなさい、それね、ほぼこうし、やっちゃったよね、今度ね、でね、もう、あれはちょっと待って、バッチがない、そう、第1回も2回もね、こちらで小生宣伝させていただいたんですけど、こういう風な感じでですね、はい、ほぼ公式、公式、ポポマルシェ第3回開催日はですね、9月21日から9月25日。そしてね、朝から午後の部は9時から13時。そしてですね、17時から21時といった内容になってます。はい。でね、プレゼンリレー全体抽選会とか、そのライバー別プレゼント抽選会とかあるんですけど、プレゼント抽選会とかあるので、もう本当ね、ぜひ皆さん、本当何でも言いますけど、ポポをダウンロードしていただけたらなって思うんです。ぜひね、見ていただいてね、今回のね、抽選会で、連夜祭とプレゼンリレー、9月20日、私、コスプレしようかなって思ってますので、もしよかったら興味がある人はね、
見ていただけたらと思ってます。はい、でね、そのポポマルシェ次のね、フライヤーワードを出していただけたらなと思います。商品購入の方では抽選でね、バッグ&アクセサリーが2000円分の甘ギフが当たる抽選会がありますので、ね、皆さんお楽しみです。あとはね、ポポはライブ配信を見ながらお買い物できる。でね、それだけじゃなくてね、生産者、それと制作者の、お人柄が見えてですね、買い物ができる感じではなく、ライブ配信でリアルに商品の良さとか、いろんなことを伝えられる、ライブ配信になっておりますので、はい、公式ポポマルシェとはどういうものかっていう動画を見ていただけたらなって、実行委員の方たちがね、作っていただいたので、そして小葉淳さんっていう方がですね、アナウンスして、素敵な声でね、アナウンスしてますので、どうぞ、もしよかったら動画を見てください。公式ポポマルシェとは、ライバーさんには手数料の優遇や提供品など、リスナーさんにはお得な福袋や抽選会など、嬉しい特典がたくさんあるマルシェをポポで毎月開催しています。ライバーの皆様、一緒にライブコマースを盛り上げてくださいませんか。リスナーの皆様、一緒にお買い物を楽しんじゃいましょう。ポポマルシェに出店したライバー様、参加費は無料です。参加できる方の条件は、発送を伴う商品を販売されている方、ただしポポ外の商品は対象外です。指定時間に配信できる方、販売する方へ2大特典があります。 1. ポポから提供品が送られます。1000円以上の福袋をご用意いただける方は、その中に入れられるアクセサリーやバッグをお一人様3点までポポから提供されます。 2. マルシェ期間中は販売手数料 8.6% が 5% オフの 3.6% になります。ただし1セット500円の公式ポポマルシェ缶バッジをご購入された方のみです。バッジの他にポポ公式マルシェ認定証もついています。毎月変わる可愛い缶バッジ、筆文字作家ソウさんがご購入者の名前を素敵に書いてくださいます。記念として、コレクションとして誰でも購入可能です。バッジをつけて皆さん一緒に盛り上がりましょう。お買い物された方にも特典があります。マルシェ期間中1000円以上お買い物された方は、自動エントリーでバッグ2点とアクセサリー2点のセット、なんと10名に当たります。ポポならライブ配信やショートムービーからダイレクトにサービス、商品を販売、購入することができます。お店にいる感覚で会話できるので、これまでにないリアルなオンラインショッピング体験が可能です。開催日前日にはプレゼンリレー配信、公式ポポマルシェ前夜祭があります。ポポ福袋、おすすめ商品をリレー形式で販売者がご紹介していきます。毎月の参加募集はバナーにてお知らせします。公式ポポマルシェをチェックしてね。みんなでポポマルシェを楽しみましょう。ポポは自分らしさプラス自分の可能性を最大限に表現できる最新のプラットフォーム。スマホ一つで自宅にいながらも、あなたのポテンシャルを余すことなく表現できます。ファンや友達を真にインフルエンスできる次世代の本来のインフルエンサー、ライバーになるのはあなたです。です。見ていただけました？すごいでしょ、ポポマルシェって。多分じゃない。絶対。多分じゃない。絶対。見る側も、配信する側も、いいアプリなんですね。でもね、皆さんね、ポポというアプリをね、ぜひ取っていただいて、で、より、21日からの9月21日からそして9月25日まで4日間、朝は8時から13時、第2部は17時から21時までってあるんですけども、ぜひ見ていただいて、いろんな方の商品ですね、本当。はい、ラグ、あ、見えるから、ラグッドさん、私見えてる、待って待って、私消えた、待って、どうしたらいい、そっか、後ろの背景があるけど見えんか、マークさん幽霊みたいに消えちゃったね。
ういう感じですね、皆さんね。カレーだったりね、蜂蜜だったり、私のサンプルアートだったりね、アクセサリーだったり、いろんな方のね、商品がね、見れますので、ぜひね、もしよかったら、もしよかったらね、絶対、絶対に見ていただけたら嬉しいなと思っております。今回ですね、電気祭リレーに出られる方ですね。はい。18時半からありますね。コバジュンさんとヒヤキさんが目が意識をされてですね、その後、19時から宮本人形さん、そしてゴッティさん、そしてですね、愛知アリーガトマトさん、そしてですね、19時15分から加藤真美さん、そして19時20分から藤子さん、そして19時25分からは鈴木さん、5分ごとなのでね、その後、クライダーフィッシュも、私がいつもうにゃんでキラキラからのうにゃんって言ってるね、方ですね。で、カズポンさん、そして分身ドール作家カオリンさん、そして牧ママさん、ね、武藤敦子さん、ごはんさん、お父さん、お父さんっていうのが先ほどね、こういうバッジとかも作っていただいてるね、方ですね。で、アッキーさん、そしてユッキーヘアスタイリストさん、そしてですね、ユミコさんと、着物でね、配信されてるね、お茶屋さんです。あと、ピラティス・ヨーコさん、そして、吉川優子さん、そして、ね、クミ・カバーリーさん、そして、ヒデアキさんと、きらめくおじさん、マーブル・オー・オーカワ、あと、ゆきぽんさん、で、しゅ、で、はりさん。で、サブローさん。ですね。で、その後、かずよ、あま、あなま、な、あなまなさん。そして、ふんくさん。で、まーくが、9時10分になります。よろしくお願いします。そしてね、2月20日にね、ワリアーズにね、出ていただいたアプリンさんがマークの次。そして、ね、アプリンさんのリンゴね、今ね、ものすごいね、絶賛販売中なので、皆さんね、ポポでもね、販売してもね、アプリンさんのリンゴ、皆さん、よう、出てるアッチョでございます。そしてね、21時20分が66屋さん。で、21時44さん。で、フラーレン。そして、納豆職人たちの納豆や、菊水食品さん、そして山に自然案内人さんと、笑顔の伝道師スマイリー京さん、そしてハッピー先生ね、で、コバジュンさん、そしてクーさん、ヒロノブさん、ヒロノブさんっていうのがね、いいじゃん、すげえじゃん。ね、皆さん、YouTube とかされてますもんね。で、ボーチ教授さん、そして、和紙工房からげんさん、いう、TikTok されてる方ですね。で、リリーさん、で和食屋ごよみよっちゃんさん、山口さんの地元ですね。はい。で、なりすみさん、そしてね、文館、ひろえさん、浅瀬ひやきさん、浅瀬ひやきさんのね、浅瀬ひやきさん、すごく声がいいです。皆さん言ってください。で、ラグッドさんっていうのが閉会式なんですけど、一のビットカレーですね。牛すじカレーとかも、ね、販売されてますので、今ね、ベニヤスの方に参加される方のお名前を、私今お呼び、勝手にさせていただきました。なので、ポポマルシをね、見てほしいのでですね。はい、ありがとうございます。ということで、皆さん、コメント、もしよかったら見てくださいね。よくは何度再生しても見れないっていう方がやっぱいらっしゃるそうです。今ね、ファンサイト、じゃないか。調子乗りましたね。ごめんなさい。オープンだったと思いますね。終わりアズリを見たいっていう方がね、なかなか見れないということでね、終わりアズリ FM はですね、YouTube が2週間後に上がります。でもね、Now で見ていただきたいっていうのは、まあ、リアルなんですけどね。はい。ということです。あ、コメント来ました。こっちの方に。マーコさん、お疲れ様です。今日も可愛いですね。頑張ってください。うち、ということで、今ですね、梅ちゃんという方がですね、私にね、コメントをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ですね、私ですね、オープニングトークを飛ばして、めちゃくちゃ緊張しまくって、本題の説明。またやっちゃったっていうね。スタジオだったら、もう来月はスタジオだ。オンラインでね、やるとね、私はいろいろ話が飛んじゃうっていうね、必要で思ってて、ね、私、思うんだけど、スタッフだと相場テカルもね、で、心臓バク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 しちゃって喋れないの。だけど、オンラインで配信すると、こんな風、どっちがいいんだ。
ちがいいっていうのをちょっと面白かったらコメントいただいて、うん、でもダメとかも本当そういうのダメ、うんぴ、そういうのうんぴだから、そういうマウスが出てしまいますね。違い、どうスタッフ様どうなのかな、あのスタジオどうかな、どうなのかな、今ここが書いてるね、それまでね、見る人にどんなことかなと思ってね、まだね、もうね、緊張しすぎて走って食べてさ、おやばくない、いろんな人の宣伝していこうか、そう呼んでくれた、あれ聞き逃したって、アプリンがね、そう、アプリン、今ね、アプリンがあのオープンチャット、ファクサイトとかじゃなかったら、なんていうかな、グループチャットっていうのがあるんですよ。マーコと愉快な仲間たちっていうね、オープンチャットがあるんです。そこでね、あの、私の名前呼んだったけど、あの、2月20日じゃないかな、2月何日だったかな、そっちで、オマリアズリフェムに、あの、ほんと、来てくださった、あの、あ、こっち、読み方大丈夫、大丈夫。メンテスさん、ニカさん大丈夫ですよ。で、なんて言うんでしょう。僕、あのものすごく熱くなってきたので、ちょっと預けていいです。あのね、アプリンさんっていうのがね、奈良県の、リンゴ農家さんなんですけども、今ですね、絶賛、あの、リンゴ販売しておりますので、マルシェでもね、いろいろ販売するので、あの、もしよかったらですね、販売してますので、リンゴ農家のアプリのお店はベースでもね販売してるんですけど、どうぞよろしくお願いしますということでね、そう、聞こえてきました、もしかして聞こえてきた、あ、読めない、読めない、くってくってで、ね、スタッフさんが私にちょっとあのメッセージを聞いたんですよ、はい、下打ちが多いです、早く会いたいです、もへもへキュン、ありがとうございます。今キュンって言った瞬間私が聞いたんだけど、なんでババアがキュンってしたらダメなの、今もえもえキュンってしたら見て、ほら聞いた、ほらちょっと待って待って、みんな行くよ、もえもえキュン、あっ聞いなかった、起きなかった、起きな、さっきさもえもえキュンってスタッフさんにさバーンって私が聞いた、あどうしたくないそれ、本当に面白い、では行きます、ごめんなさい、入りました、ありがとう、では行きます。マーコ、今日も可愛い。今月のマルシェ楽しもうね。そう、楽しみたい。楽しみたいで思い出したんですけど、今、ミカさんからコメントなんですけど、この方は確か、3月の、ピッ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 うるさいよ。3月の、何をピッピッピッピしてる？あの、3月の、何日だったかな？20日が水木だから、その前の週だよね。そうそうそう。17日かな、3月の17日にね、あの、出ていただいたって、私、下関弁で言う、ご出演していただいたね、ミカさん。ミカさんね、あの、カッカどうあります、もうミカ飲んでさ、カッカになっちゃったんだけど、もうあれね、責任感じるのか、私、しちゃったかなって思うぐらい、いじり倒したかったなんだけどさ、あの、素晴らしいね、あの、いろんな活動されてるね、あの、ミカさんがですね、そう、今回ね、ミカさんもね、またマルシェでね、タンブラーをね、出しますので、出すで出品って言うんですよね。出すって言い方がまだ良くないよね。うん。出品するので、うん。ちょっと待ってよ。こう、出品するので、ちょっとスタッフさんに、メッセージをくれ。3分間だけ、ポポマルシェの話をもう一回しますので、ポポマルシェとは何度やっていう動画をね、流したいと思いますので、いいですか？ポポマルシェのね、そう、マイクオフでちょっと流したいなっていうのが、その今、なんていうんですかね、グッドカレーとか、そっち屋さんのハチミツだったり、アプリンのリンゴだったり、私のサンドアートだ。でもサンドアートもそうなんだけど、新作ができちゃって、ね、そういうのもね、見せたいので、ポポマルシェとは何ぞやっていうことを、もう一回だけおさらいしたら、動画をもう一度、クワジュンさんの声で流してもいいですか？もう一回。スタッフさんどうぞ。ライバーさんには、手数料の優遇や提供品など、リスナーさんにはお得な福袋や抽選会など、
嬉しい特典がたくさんあるマルシェをポポで毎月開催しています。ライバーの皆様、一緒にライブコマースを盛り上げてくださいませんか。リスナーの皆様、一緒にお買い物を楽しんじゃいましょう。ポポマルシェに出店したライバー様、参加費は無料です。参加できる方の条件は、発送を伴う商品を販売されている方、ただしポポ外の商品は対象外です。指定時間に配信できる方、販売する方へ2大特典があります。 1. ポポから提供品が送られます。1000円以上の福袋をご用意いただける方は、その中に入れられるアクセサリーやバッグをお一人様3点までポポから提供されます。 2. マルシェ期間中は、販売手数料 8.6% が 5% オフの 3.6% になります。ただし、ワンセット500円の公式ポポマルシェ缶バッジをご購入された方のみです。バッジの他に、ポポ公式マルシェ認定証もついています。毎月変わる可愛い缶バッジ、筆文字作家ソウさんがご購入者の名前を素敵に書いてくださいます。記念として、コレクションとして誰でも購入可能です。バッジをつけて皆さん一緒に盛り上がりましょう。お買い物された方にも特典があります。マルシェ期間中、1000円以上お買い物された方は、自動エントリーでバッグ2点とアクセサリー2点のセット、なんと10名に当たります。ポポならライブ配信やショートムービーからダイレクトにサービス、商品を販売、購入することができます。お店にいる感覚で会話できるので、これまでにないリアルなオンラインショッピング体験が可能です。開催日前日にはプレゼンリレー配信、公式ポポマルシェ前夜祭があります。ポポ福袋、おすすめ商品をリレー形式で販売者がご紹介していきます。毎月の参加募集はバナーにてお知らせします。公式ポポマルシェをチェックしてね。みんなでポポマルシェを楽しみましょう。ポポは、自分らしさプラス自分の可能性を最大限に表現できる最新のプラットフォーム。スマホ一つで自宅にいながらも、あなたのポテンシャルを余すことなく表現できます。ファンや友達を真にインフルエンスできる次世代の本来のインフルエンサー、ライバーになるのはあなたです。そうです、あなたです。ということでね、皆さんね、またね、ポポをね、よりよくね、宣伝させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、皆さんね。はい、ではいきます。あれですね、ではいきます。コメントが入りました。ミカさん、今朝ね、母さんと一緒にアプリのポポ見たの。母さん、近所の人に配りたいからってアプリのリンゴ買うって。可愛くて元気な人ね、すごいね。この人のリンゴは食べたいって言ってた。配信アプリってすごいよねってミカさんからコメント来てるんですけど、いや、まさにそうなんですよ。いや、あのね、朝の顔なんですよ。で、今はね、やっぱ繁忙期だからね、ファイティングができてないんですけど、そんな時間ね、合間縫って配信してるんですけど、本当ね、みんながね、出勤するときとかに、行ってらっしゃいの、行ってらっしゃいの意味を込めてね、配信してたりするんです。アプリの声とか、あと、明るさとかで、ね、やっぱり、繁忙期って、私、実は農園行ったことあるんですけど、めちゃくちゃ広いんですね。標高も高い。それこそ、ポッと自分がパーンってパンパンになるような、耳がちょっと、ここってなって分かる、さっさなんか分かるよ、耳がポコってなるような空気、こう標高が高いところね、そういうところでね、毎日作業されてて、で、やっぱその農家の方って日々その収穫時期だけじゃなくて、日々のやってることでその美味しいものができるかってあると思うんです。そういうのをね、一人で子育てしながら、絶対だって役員とかもあると思うの、塾の送迎とかも。私もほら子供がいるから分かるんだけど、こういう中やっぱそのね、その代々やってるものだから、例えばお父さんとかおじいちゃんの言いつけだったり、多分きっとそういうのはあると思うの。そういうのをしながら、その維持しながら、そしてライブ配信をするって結構大変だと思うんです。もうかなり大変だっていうのが分かるんです。で、そういうのをね、見る側、またね、そう、美香さんね、立派に戻られてね、お母さんのことでもございます。で、お母さんが
多分その配信ってまた元気になったんじゃないかな。なぜそのことがいいよってなぜ私が語るかというと、そのライブ配信っていうのは寝ながらでも見れるんですよ。私がライブ配信してる時にある方が体調を壊されて床に伏せてしまった時にですね、やっぱその耳だけで弾ける、携帯一つでこうやって見れるわけじゃないですか。携帯が映ってるけど、そうやってね、ライブ配信を通じて全国の方と繋がれたり、その対面するとやっぱお話できないって方もやっぱいらっしゃるんですね。そんな方がライブ配信を通じて出会って元気もらって、でテレビのように洗って、そうです、今の終わりあずりと一緒です。皆さんね、ポポから来てくださって終わりあずり見てくださってると思うんですけど、終わりあずりっていうスタッフさん含め局長、ね、社長含め、本当にね、素晴らしい FM を、その尖った、日本で尖った、テレビのように見えるラジオ局ということで、私も出演させていただいてますけど、こうやって、要はオンラインで、携帯で見える。だってさ、ラジオとかでも見れるって言っても、YouTube で何週間後に見るとかはあるじゃない？だけど、こう、アップをダウンロードしなくていい。何も本当に文章でも見れてるし、うちの人とかでも見れてるような、全国どこでも見れれる、まあ、終わりあずりさんに行っても、そのポポさんに行っても、本当にね、そのオンライン、まあコロナが始まって、なんだろうな、オンライン化が急、もうめちゃめちゃ進んだとは思うんですけど、もうその今ミカさん沖縄に住んでて、これ個人情報になるかもしれないんですけど、ミカさん沖縄に住んでて、でも家が山口ということで、でもそのオンラインでも買い物ができるよってお話がきっとできたと思うし、オンラインで私の友達っていう紹介、昔じゃ考えられないですよね、本当に。だって今スタッフさんと目の前で私たちやり取りしてたんですよ、スタジオでね。なのに今はオンラインでこうやってサポートしてくださって、私今ラジオっていうのをできております。本当にコロナが始まってからなんだけど、いろんな意味でここら辺、この最近急速にオンラインの素晴らしさを感じてて、そして美容ポポね、ずっというのが、そこでも買い物ができるという、生産者の思いなどをね聞けたりとか、あと時にね、まあ、お子さんがちょっと面白い話をしたりとか、自分であげたくなるということをね出ますのでね、ほんと配信アプリってやっぱ改めて美香さんコメントありがとう、ほんとすごいね、ほんと、ほんと。あ、でアプリンからもコメント、美香さんすごく嬉しいです、ライブ配信続けてほんとよかったっつって、そうなんですよ、私も続けててよかった。多分ね、ライブ配信でなかったら、私ライブのお仕事って務まらなかったと思うんです。ライブ配信で鍛えられたかな。だって携帯の向こうで喋るってなかなかできないじゃないですか。最初何やってんだろうと思って、携帯の向こう側に息子が見てるんですよ。で、思春期の息子が何やってんだお母さんみたいな感じで見ながら、こっちでは笑いながら見ながら、息子の顔色をね伺いながらってね配信してたんですけどね本当ね、今で懐かしいんですけどね、その方もね社会人になってね、今ね店長とかしてますけどね、本当ライブ配信とともに子供も育って、3人しゃべったら子供になったけどね、まあ、それもね間違いなく、なぜなら娘とかもね今スーッて開けてきて、ドア開けてね、宿題見てみたいな感じでしたけど、手でこうやってやったんですよ。そしたら、あ、ラジオねみたいな空気もね思えるようになっちゃったんですよね。はい、ということでですね、今日ねライブ配信のポポについてね何回か触れていったんですけども、今日ですね、マークさんね、このなんかこう見えます、このなんかこういう感じ見えます何のね格好をしているかと言いますと、私くしですね、今日ですね芋掘りってきたんです。芋掘りの動画、あ、動画じゃないし、動画流された、ちょっと私変なことばっかりしてたのでね最近はね、今日ね、肉はですね、オーガニックフェスタ2023栄養価コンテストさつまいも部門最優秀賞のシルクスイートを作ったお芋おじさんことね、お芋の妖精さんのところに行ってきました。カズヤさんというところでね、カズヤさんというお名前 のシルクスイートを作っているね、お芋の妖精さん、でもこっちにはお芋のおじさんって書いてるんですけど、その方がですね、まあ、梅ちゃんという友達がいいんですけど、ね、その方と一緒にね、娘とね、芋掘りにずっと行ってきたんです。はい。芋掘りに行ってきたんですよね。うん。
今日もね天気が良くてね本当にあの暑くてお芋を今度お芋を食べる配信をしようかなと思ってます。あ、マーコさんの写真ね、あの腰バンドが、今日の写真構えられるとね、畑であろうがどこであろうがポーズを取ってしまうね、この病気的な。あの1枚目に戻るとね、2枚目かな、2枚目に戻ると見てください、これ私だ、そうそう、あ、じゃこれ、この次ね、この次かな、ね、見てほら、広いものが腰に映ってますね。私ですね、ヘルニアを持っておりまして、あのしゃがむのも大変でですね、あ、めっちゃ、めっちゃストップだって言われて、それね、コルセットそう、あの腰バンドすら似合うんだよ、コルセットが、あの矢印でうんうんしなくていいかな、丁寧すぎるわさすが、そうそう、あの腰バンドをしながらね真剣に撮りました。でもね、子供にとってね、やっぱその農業体験って、さっきアプリさんの話もしたと思うんですけど、それこそね、そのポポをする前はその812っていうアプリがあったんですけど、やたら812って言うかもしれないけどね、農家の方が多かったんですよ。トマト農家さんだったり、シャインマスカット、リンゴ、ブドウ農家さん、アルチビさんっていうね、シャインマスカット今の時期とか、ね、あの前に来た養蜂家のハジヤスさんとかね、アプリもそうだし、みんなでね、そのリレーとかしてましたよ、本当。で、そういうことで全国の方と触れ合って、いろいろご縁があって、いろいろね、本当人生観変わったんですけど、今回ねこうやってね農業体験を娘にねできてね、子供よりもね写真を見ていただいたらね、あの私の方がありましてさ、楽しんでるっていうね、なんですよ、本当。あ、そう、皆さんツイッターコメントどうぞ。そしてね、あのお仲間の方はですね、あのもしよかったら、あのオープンチャットの方にね、よろしくお願いします。コメント入りました。では行きます。大切な、たくさんの大切なお友達ができた配信の世界、自分の好きなことを見つけられたら配信の世界大好きよ、いい意味で日本が見せまくなった、マーコの配信の世界に来て出会ってくれてありがとう。やべえなさ、やばい、ちょっと待って、先週から出会ってくれてたのにな、ロキさんかな、先週はちょっとそのラクトさんの、なんていうかな、生産者の思いに触れて泣いちゃったんだけど、その知らない土地に来てもやばいな、泣いちゃうな、あ、泣いちゃう、ダメだ、悩みそうな時はどうするんだって、してくれればいいんだ。でもそうな、そう、たくさんのお友達に知り合えたんですね、本当に。本当ね、日本がね、本当やべえのさんが言うの狭くなった。本当ね、そのわあやばい、泣いちゃいそう、本当に。そうですね、あ、コメント来ました。ミカさんからも、ライブ配信とともに自分の子供も育つ。そう、これね、本当にうちの子たちも気配りとか、察する力、察する力、そして母さん、変わった母さんを受ける力が育ちました。そりゃそうだよね、美香さんね。カッカ、レモンカッカになっちゃったんだもんね。だってお母さんさ、レモンカッカでさ、晩ご飯作ってリレーでこうやって携帯の前でやってるんだよ。だってさ、黄色いが用紙をこうやってさ、王冠作って、血にあったら出してね。王冠作って、ほんでさ、白塗りね、その時別に仮装するつもりなかっただろうからさ、動乱があるわけじゃないじゃん、芸能人じゃないからさ、あの、あっぱ、ヒルの絵の具を顔に塗ってさ、デーモン書き足してさ、でさ、マーコどうって送られてきた、私開会式前じゃん。どう、メカさん、こんな感じするのって言って、やばーと思って、私開会式前。だからな、どうしようどうしようと思って、何を思ったか、筆ペン持ってきてここに鼻近くって何も今考えて何やってんだってけど、で次の人、私の紹介する次の人がそんなにハードなら私も隠しなきゃと思って、鼻血をいっぱい書いてちょっとぶつけちゃってみたいな大会式って、ほんとね、ほうれん草をやらかしたら今日のねラジオとかもできないじゃないかもしれないんですけど、ほんとライブ配信が続いて終わり、うわずり FM さんのが繋がれて、今私がいます。そう、いや、パッと見た時は、地元の人が見た時に、え、何やってんのとか言われたことありますよ。そりゃ私だって PTA 役員をしてたこともあるし、だからすごいね。あ、待てよ、ミカさんのねコメントね、夕張を
察する力、そして変わった母さんを受け入れる力が育ちます。育ちましたね。はい。もう私が閣下になっていようが、大きなリボンをつけてアイドルになっていようが、目を細めてリレー頑張ってねって言ってくれるようになったんですね。我が家と一緒ですね、本当。だって今さっきなんかちーちゃんという娘で、たった言ってきて。言いましたからね。あの、いいライブ配信してとか言われますからね、本当。そう。本当にありがとうございます。あ、コメントありがとうございます。はい。アプリがね、ミカさん、すごく嬉しいです。ライブ配信続けててよかったです。つってね。なんでね、あ、梅ちゃんからもコメント来ました。梅ちゃんありがとう。腰バンドすらおしゃれに着こなすマーコさん、いい体験になりましたね。つって、あの、梅ちゃんって方にね、あの、梅ちゃんって別に84歳のばあちゃんじゃないんですよ。梅ちゃんって私のお年下なんですけど。あの、梅ちゃんっていうね、方がね、連れてってくれたんです。そう。私が寂しくないように、いろいろね、連れてってくださって。で、私が、ヘルニアだからね。ヨボヨボなんですよ、言うても、ね、コルセットねしたらね、腰バンドすらおしゃれに着こなすねつって、もうなんか笑っちゃいましたよ、本当ありがとう、本当おめちゃんありがとう、ありがとう。はい、そうですね、終了10分前ということでね、多分今音楽流れてるのかな。あ、音楽流れてないね、4000個えっていうね、なかった分かると思う。っていうことはあれだ、そう、今ね、音楽流れてます。ステイ・ウィル・ゴー、シャムシェードの私、ファンクラブに入ってたんですけど、シャムシェード、ステイ・ウィル・ゴーっての詩を聴いていただいたらすごいんですけど、いや、いい歌詞ですよ。みんなで、ステイ・ウィル・ゴー。何それって思うんですけど、実はね、これを弾いているの方が、YouTuber とか TikTok もされてますし、原大胆さんっていう方でですね、シャムシェードの大胆さんのギターをですね、リスペクトとして弾かれている方で、私、本当、なんていうの、最初聞いた時に、すごいと思って、まあ、ピアノ、ギターとかドラムとかバンドが好きなので、すごいなと思って、で、オワリアーズ FM に、冠番組を持たせていただいたときに、音源で、私、初めてご連絡したんですよ。いつも聞いてるんですけど、って、リッパーで私、8時の、ライブ配信してた時、バックムービーも勝手に YouTube から、っていうのがないから、音源だけだからギターソロをずっと流して配信してたんですよ。そうそう、やっぱ歌が入ってないってことで私も喋りやすいなと思って勝手に使ってたんですけど、さすがに何をするときは言わなきゃと思って、実は今まで使ってましたと、でもしよかったら、曇りのチャンネル使っていいですかって、その、よくどうぞお使いくださいっていいですよって言ってくださって、あれが4月の31日でしたよね、中島さん。そうですよね。そうで、それで私もお願いして、で、ズーズーしくもステイウィル号も弾いていただきます、ありますよって言って、ステイウィル号がエンディングテーマになったんですけど、そのオープニングテーマっていうのが曇りのち晴れてて、サムシェードで、皆さん詩を見ていただいたら、曇りのち晴れでも雨のち曇りでもいつかは青空に変わるさで、あなたに一言だけ伝えたいよって、自分の胸が決めるんだよって、だから楽しいことも悲しいことがあっても、明日は来るし、雨の日でも晴れの日でも曇ってても、明日は来るって、どんなことがあったって、今辛くても今どうもできなくても、真面目にコツコツしてたらって、自分で思ってて、で今自分がちょっと自分の中でうまくいってないなってことが結構続いてて、まあ今までその夢は叶うものだし叶えてくるものと思って、でその自分本位にいろいろやってきたところもあるんです。だけど自分のお仕事だったり、その子供が大きくなって子供のことに優先されて、もちろん、うちも4人子供いますからいろいろあるけど、子供の自我とか子供の失敗とか、その私ですね、その真面目な話になっちゃうんですけど、子供がちっちゃいうちが大変だと思ってたんです。私ね、子育てして病人いるんですけど、今社会人2人と高校生と小学校5年生の子はいるんですけど、でも子供が小さいうちは、またその親の思いのまま動いてくれたりするけど、私、子供が高校生になったら、あっていいんですよ。私も18で親になってるから、正直言うと、子育てって楽になるとか、終わっと思ってたんですね。
その終わると思ってたんですけど、大人になったら自我があって、その自分の分身がした出来事が自分にかかってくるとか、すごいことだってね。もう大変になっていく、大変なんかしら、大変と思ったことはないんですけど、子供がいたから頑張れたんですけど、社会人になって一人暮らしして手離れたと思った時に、例えば離婚したとか、例えば人にご迷惑かけたとか、何かあった時に、その子供の時は謝れば済む問題が、すべ社会人がそう済まないこととかってあるじゃない。そういうことをなんか、なんていうかな、大人としてさらに深く感じたことがありましたね。うん、いや本当に、で子育ての話になっちゃうけど、そういうなんていうかな、いろんなことを考えさせられて、自分がしたいことができないとか、自分がしたいことだけ信念を貫けばいいとか、私偉そうにやっぱライブ配信で自分が思った夢は、夢は見えないから、それこそサムシェルの歌詞じゃないけど、夢は逃げないからじゃなくて、なんか若さゆえ、その夢は叶うもの、叶わせるものみたいなことをちょっと多分去年ぐらいまで思ってたんじゃないですかね。でも今年に入って、やっぱその子供の進学で違う街に来て、でやっぱ自分が今までしてきたことができなくなって、でも私はできると思ってたんですよ、今までやってきたからって。でもそうじゃなく、年齢とともに子供の思いとともに自分がしたいことができなくなって、でもね、そのシャムシードの歌詞をその時聞いた時にね、夢は逃げないから、そう、夢は逃げるから、でも今すぐ目の前のことをしなきゃって思ってたんですけど、夢は逃げないからって、そのシャムシード の、 そのエンディングとか、そのオープニングの話になるんですけど、なんでこの歌詞にしたかって、夢は逃げないから、逃げないからこそ今やるべきことをしなきゃいけない、パパだから。でも努力して配信っていうのをしなきゃ、やっぱその売れないとか、ラジオもやらなきゃ見てもらえないとか、ライブ配信だとたまにそのなんていうかな、若干ミーハーだとか言われたことあるんですよ。何になりたいの？でもラジオを任されてからというもの、あーラジオしてんだすごいねって言われることが増えて、それともライブ配信からできたことを、でもそのラジオをできたことは、本当に今いらっしゃるスタッフさんとか局長とか、そのアーズーのその日本一尖った方がそのオープンした場所だから私を採用してもらえたんだし、だから普通じゃ私は採用されるタイプではないですよ、こんな、ライブ配信でもちょっと声のこと言われるし、どっちかしら声はラジオなのに耳障りの声じゃないですか、掃除機みたいな声。今笑ったやろスタッフさん、誰が掃除機って、誰が掃除機って、本当に。まあね、そのニューハーフ、誰がニューハーフって誰、来月覚えてきよう。そんな感じなんですけど、まあでもそれをあの言っていただいたワーリアーズリさんには本当に感謝しておりますって、ポポの方も本当にありがとうございますと言ってね、いろいろね語りましたけど、本当にあのなんでこういう話になったかというと、そのお後がおよろしいようで、今日私言い忘れ込めそうじゃない、ね、スタッフさん、コメント入ってます、アプリマークな、マークに習って腰バンドの着こなしを身につけようと思います。アプリに必要よ、あなたも中腰するでしょアプリね、だからあのしましょう、一緒にあのみんなで腰バンド仲間しようみたいな感じでね、やれたらいいと思って、バンドリーですよ腰バンド知らないよスタッフさん、腰バンドイコールだからね、DBA じゃないからね、本当に。ということで、はい、今週もね、今月もね、本当にお世話になりました。ですね、10月14日ですね、あの公式にポポマルシェはですね、第3回開催日は9月21日、そして9月25日まで、あの朝の部は8時から13時、そして夜の部は11時から21時って言って、プレゼンリレーが、抽選会が19時からあります。9月20日がプレゼンリレー、マーコさん9時10分なんですけども、それとは別にですね、先ほどからずっと言ってるピヨピヨポポですね、アピのポポ祭り100人超えの映画ですね、10月14日あります。はい、そんなに写真はないんですけど、あの10月14日にですね、秋のポポ祭りがありますので、その詳細はね、また、どこかでね、インスタ、ツイッターでね、あの、発表させていただきたいなと思っております。残り10分になりました。皆さん、今月もありがとうございました。ね、来週からすごく寒く、すごくじゃないか、ちょっとオーバーだよね。うん、
寒くなってきますので、皆さんね、その風邪とか気をつけて、ね、本当喉もが、喉風邪ひいたりするマーコさんみたいな声にならんように気をつけて、誰がやということでね、はい、今月もお世話になりましたね、合言葉でね、締めさせていただきたいと思います。来週の23、24は、東京有楽町で、有楽町駅前広場というところでですね、レッスンをしておりますので、もしよかったら皆さんいらしてください。有楽町駅前広場で23日24日いますのでね、あくさん何もの持ってきたよみたいな感じでね、来ていただけたら嬉しいかなと思います。ということで、皆さん今月もお世話になりました。また来月会いましょう。キラキラからの、うん、バイバイ。